準々決勝はジュビロ磐田と対戦しました。なかなかリズムをつかめないレッズは前半31分、ゴール前でフリーの前田に決められ1点のビハインドで前半を折り返します。後半開始直後の1分には福西にボレーシュートを決められ差を2点に広げられます。しかし連覇を狙うレッズは9分に永井がキーパーに競り勝ち1点差に詰め寄ると、18分には相馬のクロスに飛び込んだ小野が頭で決め同点に追いつきます。さらに35分、ポンテのパスに反応した小野が2点目のゴール。レッズが試合をひっくり返します。しかしその直後、ゴール前のこぼれ球を犬塚に蹴り込まれ3対3、試合は延長戦でも決着がつかず PK 戦にもつれ込みます。先行を選んだレッズは小野、山田、ポンテ、酒井、長谷部の5人全員がしっかり決めると、対するジュビロも前田、太田、キム、上田、ファブリショーと5人全員が決めて PK 戦はサドンデスに突入します。レッズは6人目以降もキーパーの都筑、内館、鈴木、坪井の9人目までがしっかりと決めると、ジュビロも船谷、カレン・ロバート、菊池、大井と一歩も譲らず PK 戦は10人目に突入します。レッズの10人目は細貝、細貝はゴールほぼ中央にしっかりと決めます。対するジュビロの10人目は犬塚、犬塚の蹴ったボールはゴール左にそれ、壮絶な PK 戦を制したレッズが準決勝に駒を進めました。